はい、タックマンです今回はですね4月から受験生になる人そして浪人生へ向けて新学期になるまでにこの3月中にしておくべきことをお話ししたいと思います大きくは2つありますまずは1つ目受験までの勉強計画を立てるということです近々また計画の立て方については動画も出そうと思うんですけども今回はざっくりと言いますと受験までおよそあと1年間ありますとでそうなった時に大体 例えば夏までには基礎を終わらして、で、2時の勉強を大体秋まで終わらして、で、過去問をそこからやっていって、12月に入ったらセンターやっていって、みたいな、簡単な年間のスケジュールっていうのをまずざっくり考えます。で、ざっくり考えたら、今度はそれを月間スケジュールに細分化していきます。じゃあ、基礎をやるためには、4月、5月は英単語。 それから英文法も並行してやんないといけない。で、数学もこの参考書を解かないといけない。とか、日本史はこれを覚えないといけないとか、それぞれどん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 細分化して、で、4月はこれ、5月はこれ、6月はこれっていうのは決まったら、今度はそれを1週間ごとに分けていきます。4週ありますので、それをさらに細分化して、で、1週間に分けたら、今度はそれをさらに日割りに分けていって、大体いい、えー、4月の1週目は月金。この内容をやりますよ。 で5月の第2週はこれやりますよみたいなのそれぞれの月でそれぞれの週でだいたいざっくり考えておく。 で、それをしっかり遂行するっていうのが大事になるので、まずはこの計画を無理のないようにしっかりと立てるっていうのが一つポイントになります。僕は現役時代受験に失敗して、この3月は本屋さんに行って、まあ、参考書問題集を見るのも一つなんですけども、それ以外に受験の合格体験記みたいな本もいっぱい出てたりとか、受験生のエピソードみたいなのがまとまってる本とかがあったりするんですよ。もうそういうのを片っ端から。 立ち読みして勉強法の本とかも片っ端から立ち読みしてこの教科はこういう風に勉強するのがいいなこの参考書や問題集を使った方がいいなとかっていうのをもう全部自分の中でこの3月中にいろいろ決めてで計画を立てて、えー、4月からはもうそれをスタートするっていう風に決めてましたなのでひたすらそういういろんな人の勉強法だったりいろんな人が使ってるものとか暗記法とかいろんなことを吸収してどれをセレクトしようかっていうのを考えたのがこの3月でした でそれをを元にに計画を立てたっていう感じになりますでこれがしっかり決まっていないと何の勉強をいつやればいいのかっていうのがわからないままフラ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 してしまって結局1年経って終わってしまうとか漠然と勉強はしてきたけど結果間に合いませんでしたみたいなことが起こってしまうのでしっかりいろんな人のやり方とかを研究して自分なりに計画を立てるっていうのはとても重要だと思いますそして2つ目とにかく受験勉強をもう始めるということです 別に4月1日からわざわざ始めなくてもいいんですよ。気持ちはわかりますよ。僕も、キリがいいのが好きなので、4月1日からやろう。でも、明日やろうはバカ野郎。4月1日からの計画だったとしても、それまでにできること、その計画を少しでも楽にするために始められることは何でもあると思います。 単語を一個でも多く覚えるとか、公式を一つでも多く覚えるとか、問題を一つでも多く解くとか、いろんなことはできると思うので、とにかくその計画さえしっかり立てたら、すぐに始めるってことが何より大事です。早いに越したことはない、けど遅いのはもう手遅れで不合格につながるということで、一日でも早く勉強を始める。これが重要になってきますので、えー、皆さん何をしていいかいまいちわかんないなという人、今日ご紹介したらまずしっかりといろんな本とか読んで、いろんなやり方を知って、 で、自分の中で計画を立てる一日でも早くそれを実行し始める。この2つに尽きると思います。3月からもう受験は始まっていると思ってください。厳しい1年にはなると思いますが、頑張っていきましょう。それでは、バイ。